中の世界、ピノコニーは夢を光り輝く大都市に変えたって言うけど、一体どんな感じなんだろう。楽しみ。この通路を進めば客室エリアに着くわね。ずいぶん長い通路だな。このホテル少し大きすぎやしないか。やっと着いたわね。みんなとりあえず部屋に荷物を置きましょう。ベルトは私と先に一杯どう？ピノコニーはスラーダが有名なのよ。話してみろ。俺たちは同じことを考えているかもしれない。列車が受け取った招待状を覚えてる？ああ、ファミリーのゲストをピノコニーに招待いたします。他のゲストと共に盛大な宴にご参加ください。この招待が届いたからこそ俺たちはここに来た。よく覚えてるじゃない。でもその招待状には続きがあったの。夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父、時計屋の遺産を探し出し、生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えください。招待状にそんな一文があった記憶はないが、そこに何らかの暗号が含まれているということか。そこが考えさせられる点なのよね。ファミリーから届いた招待状はオルゴールで、ゼンマイを巻くとメロディーと一緒に音声が流れるというものだった。でも私たちの手元に届いた招待状は少しおかしくて、再生される音楽の後ろにいくつかの不協和音が混ざっていたのよ。その雑音をダビングしたら、列車が跳躍する時の重力波の周波数と完全に一致したの。そして列車のエンジンの空間曲率をシークレットキーにしたところ、さっきの一文が得られたってわけ。七死人がよく使う救援要請の手段だな。まだ結論は出せないわ。仮面の愚者のいたずらかもしれないし、手口だけ見ればリドラーや問いかけの魔物にだってできるもの。いつ気づいたんだ？あんたたちがラフの性格を処理しているとき、すぐにパムに知らせたわ。だからさっき自分から彼の相手をしたのか。あのカンパニーの使者も時計屋という名前を口にしていた。おそらく同じような暗号を含んだ招待状を受け取り、同じように解読したんだろう。もう一つ気になっていることがある。招待状に言及した時、あのファミリーの意思決定者はピノコニーにいらした皆さんのため、私たちは実質的管理者として問題ごとを解決する義務があると言った。今考えてみると、あの言葉には限界の意味が含まれていたような気がする。それに彼の横にいたロビンという女性、歌のことはわからないが、彼女の声は少し変だった。ステージで歌を披露する歌手があんな声をしているものなのか。あんたはファミリーが招待状の差出人ではない上に、何か隠し事をしているんじゃないかって疑ってるのね。ありえない話じゃない。
ファミリーが他の派閥を招待すること自体普通ではないからな。姫子の発見は第三者が関与していることを示唆している。列車での発言を撤回しよう。この宴は厄介だぞ。ところでどうして子供たちに伝えないんだ。これがピノコニーやファミリーの内部の問題なら私たちが警察に介入すべきじゃないもの。だが姫子の言うようにこの件は開拓と関係しているかもしれない。ええ、そう言ったわね。だから出発する前に美月ちゃんと炭鉱には話したの。なるほど、知らなかったのは俺だけか。あんたは道中ずっと寝てたから伝える機会がなかったの。一体どの勢力が招待状を送ってきたのか、多くの派閥をピノコニーに集める目的は何なのか、ファミリーはなぜ黙っているのか、今回の旅は謎だらけね。もう少し事実が明らかになるまでむやみに行動することは避けた方がいいわ。当面はパムに頼まれたことに集中して情報を集めながら素敵な休暇を楽しみましょう。ピノコニーは宇宙でも有名なリゾート地、ほとんどの人は一生来られないようなところだから。また会うなんて本当に奇遇だね。そうだね、マイフレンド。そう身構えないで、僕は幸せな空気に浸りに来ただけだから。ここ今は君の部屋かもしれないけど、反システム時間前は僕の部屋だったんだよ。ラッキーな当番号、ラッキーなフロア、ラッキーな部屋番号。この素晴らしい場所を予約するために結構苦労したんだけど、君に譲ってあげたんだ。大切に使ってくれよ、マイフレンド。決まってるじゃないか。まさかファミリーがタダで提供してくれたと思ってたのかい。ピノコニーは正真正銘の夢の地だ。この銀河に生きるどれだけの人たちがホテルレバリーの宿泊券を手に入れるために半生を費やしていると思う。ここに泊まれるのはどういう人たちかよく考えてみるといい。僕が裏で手を回さなければ、ファミリーがそういう大物たちを敵に回してまで君みたいな招かれざる客に門戸を開くわけがないだろ。だからほら、座って話をしようじゃないか。感情の面でも道理の面でも僕にはその資格がある。違うかい。賢い人は話が早いね。簡単に言うと、僕には君の助けが必要なんだ。君は知らないかもしれないけど、ピノコニーは見た目ほど単純じゃない。ここにはあちこちにファミリーの手の者がいる。はっきりとは言えないけど、わかるだろ。僕の目的は単純明快、カンパニーのものを取り戻すことだ。もし君が手伝ってくれるなら、成功した暁には十分な見返りと孫悟の加護を得ることができる。何しろ君は他の人とは違うからね。君は特別。そう、このゲームをひっくり返せるくらいに特別だ。その力を使ってみたくはないかい。あるいはそれから離れたいとか、宇宙に名を馳せたいとか思ったことはないかい。誰もが恐れ渇望する力が君の手の中にある。性格ちゃん、そうだろ。
今知ったんだよ。考える時間も欲しいだろうから今すぐ答える必要はないよ。木が熟したらまた僕の方から君に会いに来よう。もちろん君も仲間と相談しようが逆に僕を利用しようが構わない。なんだろうと歓迎する。それも君たちの価値を僕に証明することにつながるからね。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせないでくれよ。言っただろ、今すぐ答える必要はないって。だってどうなろうと結果は変わらないからね。ああそうだ、出ていく前にゲームをしよう。何、お互いをよく知るための簡単なゲームさ。こうして知り合った以上、君にはもっと僕という人間の性格や物事の進め方を理解してもらいたいからね。左？それとも右？それじゃあ答えを発表しよう。ああ、まだ君がどちらを選ぶのか聞いてなかったかな。でも大丈夫。なぜなら、ゲームはもう始まっているからね。さあ、僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。断る余地もない。おい、私の部屋で何をしている？君の部屋？すごいな。ピノコニーに来て間もないのにもう他人を仲間に引き入れる術を身につけたのか。誤解しないでくれ、さっきは君に注意したかっただけなんだ。ここは人で溢れていてよからぬことを考えてるやつも多いから十分に気をつけた方がいいってね。例えばドアを閉め忘れないようにするとか。じゃあ僕はこれで失礼するよ。お嬢ちゃん、楽しい時間を過ごせますように。どうして出て行こうとしない？どうして出て行かないのかと聞いている。はあ、まさか私が間違えたのか？いや、まさか声をかける前に何度も部屋番号を確認したんだが、もしかして区画、いや塔の番号から間違っていたのか。すまない、このホテルは広すぎる上に廊下のデザインも似ているから油断するとすぐ迷ってしまって。とにかくあなたが無事でよかった。私も自分の部屋に戻るとしよう。だが出て行く前にもう一つ質問してもいいか？少し奇妙というか失礼だと思うかもしれないが、それでも知りたいんだ。私たちはどこかで会ったことがあるか？恥ずかしい話だが、過去のある出来事のせいで私は忘れてはいけないことを忘れてしまうことがある。だからこういう確認も日常的にしているんだ。気にしないでくれ。それがあなたの名前だな。こうして会えて嬉しい。忘れたのか？あの男が去り際に言っていただろう。いくら記憶力が悪いとはいえ
数分前のことを忘れるほどじゃない。巡回レンジャーヨミ、周りからはそう呼ばれている。あなたもそう呼んでくれて構わない。私たちはきっとまた会うことになるだろう。最後に少し忠告を。決死の覚悟と信念を抱きながらも、それを正しいことに使おうとしない連中がいる。あの男の顔には私のよく知る表情が浮かんでいた。刀を携えていれば何かを切る定めにある。そしてギャンブラーは負けて全てを失う前に必ず背水の陣を敷き、オールインに打って出る。私が言えるのはここまでだ。こういうことは選択する前に知っておくべきだからな。じゃあ私はこれで失礼する。ヨミは帰って行ったけど、おかしい、さっきからずっと変な感じがする。まあいいや、いろいろあったけどこれでようやく眠れる。ああ、そのすまないが、ロビーへの戻り方を教えてくれないか。この辺りの廊下は本当によく似ていて。リラックスして体の起伏を感じてください。呼吸に集中して楽園を想像して、夢の地を想像してください。シオ、どうしたんだい、そんなしけた顔して。あれ、君のかっこいい石膏刀は。4分16秒の遅刻だぞ。その時間でアキビリの死の謎を解明したならいいが、そうでないならナナシビトと問題を起こすべきではないと忠告しておこう。問題？君までそんな風に言うのかい。僕は本当に彼らと友達になりたいと思っているのに、どうして誰も信じてくれないのかな。やかましい奴に友人などできるものか。ここで豆知識を教えてやろう。アティニークジャクは宇宙でも1、2を争うほど耳障りな鳴き声を上げる鳥だ。そして君の身なりは派手なクジャクによく似ている。そのクジャクの羽も誰かに綺麗にむしり取られたようだが、荷物はファミリーに没収されたのか。ああ、あの灰色のスーツを着たやつに全部取り上げられちゃってね。祝い金も奇跡を入れてたケースも。おや、どこに行くんだい。帰るに決まっているだろう。バカのせいで全て台無しになったとカンパニーに報告する。たかが石ころ数個くらいでそんなに悲観的にならなくても。なくなったから何だって言うんだ。あの砂金石がなければ、君はカンパニーから死刑宣告を受けたツガンニアの奴隷でしかない。それとも君の首にある商品コードも琥珀の王から賜ったものなのか。へえ、いいね、面白い。どうやら博学な友人はしっかり予習してきたようだ。それが僕の仕事だからな。そうでなければどうやって一人のギャンブラーがカンパニーの代わりにピノコニーを取り戻すんだ。安心して教授、方法ならあるから。ファミリーはカンパニーの介入を恐れているからこそ、断るごとに対立している。
もしかするとピノコニーは最初から調和の陰謀だったのかもしれない。いいかい、あの招待状は自作自演の見せかけだ。おそらく彼らは調和セレモニーで何か大きなことをしようとしている。あるいは招待者は別にいるけど、彼らはそれを黙認してさらに大きなことを企んでいるのかも。まあどうでもいいけどね。ファミリーでも時計屋の遺産でも僕の役に立つならそれでいい。要点を言え。方法とは何だ。今はそこまではっきり教える必要はないだろう。まだ切り札を出す時じゃない。憎たらしいギャンブラーめ。協力の前提は互いの信頼だというのに。ツガンニア人の幼児教育にはそんなことも含まれていないのか。なら君は僕を信用するかい？それは君の態度次第だ。つまり君も僕を信用していない。それなら構わないだろう。あと僕は教育を受けたことも両親からそんな教えを受けたこともない。僕に何か教える前にいなくなっちゃったからね。すまない、悪気はなかったんだが。気にしなくていいよ。でも両親は僕に友人こそがエビキン人の武器だと教えてくれた。調和が虎視眈々と狙っている状況じゃ僕たちの友人も大いに越したことはない。ガーデン・オブ・リコレクションと請求列車はすでに接触していて、アナイア・レイト・ギャングは望み薄かな。準備の騎士団は招待に応じるかどうかわからない。パブの連中は、そういえばさっき会った人は巡回レンジャーだって言ってたっけ。何か変な感じがするな。君ちょっと彼女の素性を探ってみてくれないか。あれ、いない。そこまで僕を嫌わなくてもいいのに。やれやれ、どうやら自分でやるしかないみたいだ。ここが夢の地。なんか不気味な雰囲気。それにさっき変な音がしたような。無教は修繕中です。ホテルスタッフの案内に従いしてからお入りください。これはメモ？おーい、僕が見えますか？こっちです。こっちに来てください。聞き覚えのある声がした気がする。額縁の中？ですね、よかった。気づいてもらえないかと思いました。思考の回廊へようこそ。ここは黄金の時につながる通路だと思ってください。ちなみに僕はここの案内役です。ここは一時的な中継ステーションなので少し簡素に見えるかもしれませんね。無境内のホテルレバリーは今修繕工事中なんです。滞在中に不便をかけてしまってすみません。でも黄金の時に行けばきっとあらゆる悩みがきれいさっぱり吹き飛びますから。無境内のホテルレバリーのことですか？ごめんなさい、詳しいことは僕にもわからなくて。もう無教パスポートで読んだかもしれませんが改めて紹介しますね。黄金の時はピノコニーの十二無教の一つで、対応する時間は真夜中。
そこでは夢の中の時間が永遠に0時前の瞬間にとどまっていて、明日が訪れることはありません。そしてその夜の熱狂も永遠に終わらない。ああ、別に夢の中の時間が停止しているわけではありませんからね。お客様の心身に負担をかけないよう、無境内の時間の尺度は現実世界と同じに設定されてますので、ご心配なく。メモ？お部屋の中で拾ったんですか？ああ、もしかして前の宿泊客が残していったゴミでしょうか。僕の不注意です。掃除が行き届いてなくてご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。向こうの門を通り抜けるだけで黄金の時にたどり着けますよ。忘れられない夢を楽しんでください。このドアの向こう側に本物のピノコニーがあるんだ。楽しみだな。